家紋になってる植物ってなんかやっぱ絶対意味があるのが多いですね。それこそ型紙家紋とかも気境もそうですよね、はい、植物もストレスを加えることであの化学物質を生み出すんですよね。ボッコリがこう熟す前ってこう緑色じゃないですか、はいはいはい、でこう身が閉じてますよね、はい、あれをオリゴ糖かなんかと一緒にこうクタクタ煮込んで、はい、ジャムにするんですよ。あなたの心に火を灯す。東洋思想および神道研究家の赤井からです。今回も野草研究家ハーブ王子山下智道さんお招きしてお届けしていきます。どうもよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。今回はですね、日本を代表する草木というところでお伝えしていきたいんですけど、はい、日本代表する草木といいますと、うん、私は松竹梅だと思うんですね、はい、松茸梅で神社でもやっぱりご神木とされているものであったり、はい、境内に生えているものですよね。松茸梅っていうのは多いと思いますね、あの近くに岩清水八幡宮というですね、はい、あの神社があるんですけど、岩清水八幡宮の場合竹がですね結構有名で、ね、あの春頃になりますと、はい、竹の子結構あの辺りで、ね、売られてたりだったりだとか、はいはい、その岩清水八幡宮から取れたこの竹を使ってエジソンがですねフィラメント電球、そこの岩清水八幡宮の竹を使ってるんですよ。そうなんですよ。それが知らなくて、ね、あの竹であったりだとか、はい、だとか、あとですね、京都の方に行きますと北野天満宮というですね、うんうんうん、天神さんあるんですけども、はい、こちらはですね菅原道真公を祀られておりまして、はい、ね、太宰府天満宮もですね梅林がありますし、はい、有名な飛び梅という梅があってね、はい、これはですね菅原道真がこよなく愛した、で菅原道真を追って飛んで行って福岡に行ったという伝説があるだとか、はい、もしくは松の木ですよね、はい、これも神社でですよね、こうずっと大阪行くと住吉大社なんかは松の木がですよね、こうぐっと本当にこうね綺麗に生えていて印象的だったりするんですけど、エネルギー的にもむちゃくちゃ高いと思ってるんですね、はいはい、松竹梅っていうのは。でね、昔からその仙人がエネルギーを蓄えるときに松の葉をしがんだという伝説があって、で師匠北極老人から松の葉しがむといいよっていうことをなんか聞いたことがあって、はい、でそうなんかと思って、はい、あの近くに公園があって、その近くの公園に生えてる松の木の葉っぱを取ってきて、はい、なんかエネルギーないな元気ないなっていう時になんとなくこの葉っぱをポケットに入れてたりだとか、うんうんうん、もしくはしがむと、はい、でそうするとエネルギーぐっと湧いてくる感じがあったんですね、はいはい。この間僕あの法隆寺お参りした時に法隆寺こう松の木生えてるの見て葉っぱピッと取ってですよね、しがんでたんですよ、はい、その後近所の公園行って、で近所の公園にも松の葉生えてるんでピッと取って、でどれぐらいエネルギーあるかなみたいな感じで法隆寺の松の葉っぱと近所の公園のその松の葉っぱのエネルギーのちょっと違いみたいなものをなんか感じたりっていうことをしてて、はいはい、ね、まあ、そんな感じでやってるんですけども、すいません。いやいや、松はでも、はい、やっぱすごい古来から使われてますもんね、うん、それこそ、まあ、薬効としても素晴らしいんでしょうけど、やっぱり生命力の象徴ということで、やっぱ仙人がそれこそ使っている植物で、葉っぱ2本で、ね、できている松、それこそ赤松黒松っていうのは本当に昔から薬用で使われてまして、はい、瞑想とかする時ですかね、はい、あの結構精油成分がヤニが多いから精油成分多いじゃないですか、うんうんうん、あれがやっぱり毛細血管の血流を良くして脳を活性化させるってことで、やっぱり昔から使われてるみたいですよね。科学的にもじゃあ根拠あるんですか、ね、あるんですよ、あれは。そう、ピネンっていう精油成分とかやっぱり、うん、すごい使われてますよね。あれをだから自分だったらあの、まあ、お水と一緒にミキサーでバーってやって、あでもミキサーでされる方 いますね、いるみたいですね。普通に松の葉取ってきて、それをなんかこうフルーツと一緒に刻んで入れてやったりするんですか、はい、いやもうあれオンリーです。オンリーで、松の葉オンリーでミキサーにかけちゃうんですか。そうです、そうです。松とお水をガーってやってこすじゃないですか、はい、青汁作ってそれにこう、まあ、焼酎で割ったりカルピスで割ったりとかして。美味しいですか。美味しいですね。へえ、どんな味になるんですか。ジントニックっぽいですかね。スーッとしたやっぱ針葉樹の香りだから、へえ、なんかスーッと爽やかな感じで、あれがなんか苦手な人はこう柑橘系を絞ると臭みが飛ぶと思うので、はい、そうやって召し上がっていただくといいかな。へえ、他おすすめの飲み方あったりします。松の葉はね、あの葉っぱじゃなくてあの松ぼっくり。松ぼっくり。そう、ぼっくりをどうするんですか。ぼっくりがこう熟す前ってこう緑色じゃないですか、はいはいはい、でこう身が閉じてますよね、はい、あれを
オリコ糖かなんかと一緒にこうクタクタ煮込んで、はい、ジャムにするんですよ。ジャムになるんですか、松ぼっくり。ジャムにして、へフランスで、ね、結構、フランスで、ね、ロシアですごいあれをジャムにしてお肉とかとこっちに食べるんですけど。あ、そうなんですか。美味しいです、すごい。ぜひ。あ、そうなんですか、はい、へえ。最初はねちょっと失敗する可能性もあるので、リンゴすりおろしてもらって、はい、ペクチン出してあげた方がとろみが出るので、はい、ちょうど今時期だと思うんですよ。7月とか6月ってこう青々としたぼっくりがあるので、へお鍋で煮込ん で、ちょっとこうお肉のソテーとかと一緒に付き合わせでやるといいかなと思いますね。はい、幅が広いんですよ、松はね。あと軟膏もすごくいいからですね。はホワイトセサミ、まあ大学ごま油っていう白いごま油が売ってると思うので、はい、あれに松の葉っぱをつけてもらって、はい、ちょっとこう煮出してもらうと松の成分が油に移るので、はい、マッサージオイルとかすごく保湿がすごくいいと思うんですよね。へ保湿抗菌だから、ああいうのに軟膏を作ってお手当てもいいんじゃないかな。あ、そうですか、うん、梅はどうですか。梅もやっぱり、梅はちなみに僕ら、あの梅の美容液とかですよね、化粧水みたいなのを作って会社で、はい、そうですね、はい、あの販売してたりだとか、あと梅は、うん、梅干しはですね、あのね、ありますよね、神社さんで出ていただいたコトブキの梅干しですよね、はい、あったりだとか。でまた僕梅干し食べるときはですね、梅干しの種の奥にある腎までですね、それがちょっと気になります。あれはね、食べたい、僕大好きですね。あの昔小学生で食べたことありますけど、何とも言えないようなあの食感ですよね。何とも言えない食感ですね。あれ多分科学的にそんな証明されてないと思うんですけど、ジンっていうのは、うん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 、でもここあれ本当ね、なんかね、宇宙とつながるようなエネルギーがあると思いますね、あの白いジンには。へえ、あの去年かな、なんかマツコ・デラックスの番組に特集されたんですけど、あの番組ちょっと出たんですけども、その時にコトブキの梅干し、うちの会社で売ってるコトブキの梅干しはジンが美味しい梅干しとして登場してましたね。だからあの結局発酵することで梅の毒って多分緩和されるんですよね、はいはい、生産配当体でしたっけ、はい、あれがすごいなって思うと、うん、まあ、梅自体もやっぱりすごい、昔はほらあれだけ持っていけばっていう感じで忍者とか将軍とかはやっぱ梅をすごい使ってたじゃないですか、スーパーフードとして、うんうんうん、やっぱあの塩分取りすぎて最近言い過ぎだと個人的には思ってまして、うんうん、梅ぐらいのやっぱ塩分ってすごい必要だと思うんですよね、結構ね。そうですよね。あれってやっぱり最初植物として入ってきてないんですよ、日本に。梅の灰がまず日本に入ってきてですよね、うん、梅干しの烏梅っていう灰が奈良時代で遣唐使で入ってきて、じゃあ実際これ栽培してみようかって感じで梅の木を中国から多分取り入れてると思うんですよ。でそれで栽培して、ですごくこう万病に効く植物ってことで、やっぱり神の木ということでそれを拝めましょう、多分花見がスタートしてると思うんですよね、うんうん、今ほら桜ソメイヨシノばっかりこう花見してますけど、今はあの今は庶民もやりますけど、昔はもう天皇家だけじゃないですか、はい、花見って。で梅を最初はこう眺めるとこから始めたっていうぐらいですから、うん、すごくやっぱりもう歴史にこう、こうなんですか、古来から本当に使われている植物ですよね、うん、そうですね。梅も梅の花が咲くときってまだこうちょっと寒くてですよね、はい、本当にこう春が来たなっていうことを感じさせる、うん、一番最初のねこの植物で最初に梅が来て、その次桃が来てですよね、はい、最後こう桜が咲いてですよね、うん、春満開って。確かに桜は桜のですね、うん、美しさはあるんですけども、うん、まあ、桜ほど咲き誇らないじゃないですか、はいはい、って上品ですもんね。そうそうそう、上品にこうポッとこうね、うん、咲くあたりがこうなんでしょうね、本当にこう日本人的だなということを感じさせますね。香りも圧倒的に僕はあっちの方が好きです、梅の。あ、なんかね、はい、やっぱ杏仁豆腐臭が梅にはあって、はいはい、桜だからクマリンだから桜餅臭がすごい強いじゃないですか、うん、本当に上品で、はい、香り嗅ぐだけでもね結構血流が良くなる系の香りだと思うんですよね。へ、すごくお花見っていいんだろうなって思います、はいはいはい、竹はいかがですか。竹もやっぱり昔はこう何ですか、いわゆるまあシャーマンたちが神とつながるための植物っていうのはやっぱりサラサラ音がこう風によって音がシャカシャカするっていうのが神の声っていうことで、結構ああいうふうにお祈りを捧げた植物ですよね。そこから笹っていう言葉がやっぱり生まれる、うん、はいはい、うん、あの笹はね、私も関わりがあってお世話になった竹之内宿根、はい、天皇に代々仕えた竹之内宿根ってシャーマンがいるんですけど、はい、その竹之内家の秘伝で、あの笹の葉茶だったんですよね。あ、そうですか。そうなんですよ。へえ、面白い、ね、あの第73世の竹之内宿根、うんうん、むっちゃん先生っておっしゃったんですけども、うんうん、
はい、ものすごいお酒飲みだったんですけどね、どんだけ酒飲んでも俺は笹の葉茶飲んでるから大丈夫だっておっしゃってましたね。結構かなり不健康な生活されてたので、そう笹で解決してた。いや、亡くなっちゃったんですけどね、まあ、そうです。かなり不健康な生活それ以前の不健康さがちょっと大きかったなと思うんですけど。でも笹の葉茶美味しいですよ。でも美味しかったです。飲みやすくないですか。僕らも笹の葉茶ずっとそれでね飲んでる時があって、これは体にいいっていうのはおっしゃってましたね。と薬草的な観点でいくと、その笹茶イコール熊笹ってイメージは強いですけど、はい、割と何でもいいと思うんですよ正直、毒ないので別に、はい、で爽やかなあの笹の香りと、うんうん、だから本当にそれこそ水蒸気蒸留してあげて、蒸留水にしてあげて、あの抗菌作用がやっぱあるので、うん、枕元とかね、うん、そうシュッシュしてあげるとすごく抗菌作用もいいんじゃないかなと思うんですけどね。へ、うん、他ですよね、まあ、その辺に生えてるなんか植物だとどういうのがおすすめってあったりします？ここら辺じゃないかもですけど、ちょっと神社のそれこそ八坂神社あるじゃないですか、はい、でも本当に使われてるあのおけら祭りってあるじゃないですか、はい、おけら祭ってやつ、うん、あれおけらって植物を使って、はい、火種でこう火を回して火種を持って帰って、それでお雑煮を作るっていうお祭りが、あれおけらって植物なんですけど、あれも本当に魔除けで昔から使われてますもん、ね、あ、そうですか。へで、あれがそう意外に知られてないですけど、あの漢方で白術って言って、あのおとそに絶対入ってるんですよね。おとそに、そう、おとそさんに入ってる。おけらが、はい、あ、そうなんですか。そう、で僕は昔から邪気を払う草としてすごい使われてますね。へえ。おけらの根っこを炊き上げて火種持って帰って未だにやってますもんね。あ、そうですか。うん、空中のカビの菌を殺すらしいんですよ煙が。なんか昔の、まあ今でもそうですけど、呉服屋さんとか着物の、あるいは煙を一回いぶして煙に当てたやつをしまうっていうのを未だにやってるみたいですね。あと身近な草としたら、そうですね、それこそまあいろいろ本当あると思うんですけど、家紋になってる植物とかで大体薬草が多いと思うんですよ。家紋、はい、青いとか、そう、青いとか、はいはい、あれは双葉青いですよね、うん、あとはナズナとかって、あ、ナズナもあるんですけど、はい、セリナズナの、あ、そうです、はいはい、あれなんかもう結構日本で最初の目薬じゃないですかね、ああいうナズナの青汁を もろ垂らすんですけど。あ、そうなんですか。目薬にするんですか。無薬だからです、あれは。試しましたね、そう。あ、そうですか。痛くなって、ないたかって、しみるんですが、その後白くなりますね、綺麗に炎症が収まる。あ、抗炎症作用があるので。へえ、そうですか。家紋になってる植物って何かやっぱ絶対意味があるのが多いですね。それこそ片髪家紋とかも、桔梗もそうですよね、はい、カツラもありますよね。カツラもそうですよね。カツラ、そうですよね。カツラって葉っぱの香り変えたことあります？ないですね。ぜひ変えてみて。どうなんですか。あれ落ちてきて、はい、ちょっと乾燥してくるとキャラメルの香りがしてくるので。キャラメルの香りするんですか。そう、ポップコーン のキャラメルの香りがこうポンポンしてくるので。あ、そうなんですか。であれをだから蒸留してサイダーでこうなんですか、クラフトコーラみたいなやってる会社もありますよ。あ、カツラを使って、カツラを使って香りを停車させて、そんなことできるんですね、はい、自然のこの香り、本当に醤油っていうかもうキャラメルと。その辺に生えてる、そう、なんでしょうね、草ってどれぐらいが食べれたりするんですか。なんかぶっちゃけ8割ぐらい食えますね。8割ぐらい食べれるんですか。タンポポとかも食べれるんですか。タンポポはもう有名な薬草なんで、はいはいはい、タンポポは確かに食べれるイメージはありますね、はあ、大体10種類あって8種類が食べれて、うん、2種類が、あのその8種類のうち2種類がもうすごい美味しいわけですよ。 そうなの。あとは別にそんな頑張って食べなくてもいいよっていうジャンルなんですけど、はい、その後の2種類は独ですよね。あ、うん、じゃあ、え、ちょっとすみません、ざっくり言うと、もうなんかな、どれぐらいが美味しいわけなんですか、薬草でいうと。2割ぐらいですか、ね、2割ぐらいは美味しいやつなんですね、うん、そういうのがどん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 野菜になっていきますね。へ、あの、まあ、ブランド化されて野菜になっていく、はい、野草から結局特許みたいに取って野菜にしていくって感じです、ね、うん、うまいのが選抜していって。あ、そうですか。はい、なんかね、例えばそのイメージ、人間がこう育ててるものが野菜なわけじゃないですか、はい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 、その辺で。でも野草ってその辺にバーッと生えてるもんじゃないですか、はい、その辺にバーッとこう生えてるものの方が、うん、エネルギー的にやっぱあるようには感じます。うん、やっぱり、まあ、その辺っていうか、やっぱその植物の故郷で見ると、うん、原産地で見ると、まあ、全然違いますよね。まあそうですか。で実際にその成分的にもやっぱりその、故郷の土壌じゃないと、あの、薬効はできないって言われているので、なんかいくらラベンダーをこっち持ってきても現地のやっぱりラベンダーには勝てないわけですもんね。うん、やっぱりその現場の植物、自生してるものはやっぱりすごい香りも成分も強いんじゃないかなと思いますけどね。うーん、うーん、
なるほど。なんかねイメージでこう人間にこうぬくぬくね安全な環境で育てられるよりも、はいはいはい、うん、ね本当にこうほったらかされてる中でですよね、そうそうそう、雑にバーッとこう生えてるもんだとか、はいはいはい、エネルギーすらあるだろうなっていうのは思うわけなんですよね。なんか結局ストレス、人間もそうじゃないですか、ある程度のストレスで逆に良かったりすることもあると思うので、うん、はい、植物もストレスを加えることであの化学物質を生み出すんですよね。そのなんか二次代謝物っていうんですけど、そのポリフェノールとか、はい、まあ、フラボノイドだしアントシアニンもそのストレス、まあ、暑かったり虫が来たりで守るために出す成分が我々にとって体がいい成分だったりするので、あ、植物が自分の身を守るために生み出した成分が人間にとって体にいいってこと、うん、そうですそうです。あ、そう、それが逆に毒のやつもありますけど、はい、基本的にアントシアニンとか、うん、ポリフェノールっていうのは自分らが身を守るために植物がこう出した成分なので、それを我々は買っていただいてるって感じですもんね。あ、そうなんですか、うん、へえ。だからぬくぬく栽培するよりもやっぱりこう野生でこのある程度刺激を与えてあげた方が、うんうん、そういうのは出やすくないですかね。なんかね、あの最近のニュースで、はい、僕も知り合いとかお客さんにも多いんですけど、はい、最近すごいアレルギーが増えてると。ああ、多いですよね。確かになんかね、で果物アレルギーとか、うん、あとなんか聞いたことないようなアレルギーとか結構聞きますね。桃アレルギーとか、はい、なんか結構聞いたりとかしてて、まあ、花粉症もなんでなんのかっていうことっていろいろ言われたりするんですけど、はい、化学物質じゃないかっていうね。うん、だから別に田舎行っても大丈夫やけど都会に来たら後ろ出るみたいな方がいたりとかして、確かにだったらそうやって化学物質なんじゃないのかっていうことなんですよね。でやっぱり結構この人工的なものが増えすぎたことによる弊害ってのはまさにそうやってあると思っていて、はいはいはい、この自然に立ち返るっていうところとか、うん、本当にこう自然のものを取り入れるとか、うん、自然を感じる、本当にこう都会の中にいて自然を忘れないってすげえ大事だと思ってるんですね、はい、で僕らはまあユニワっていう活動をさせてもらってるんですけども、コミュニティなんですよね。本当にこうね、あの大阪のクズハっていうところで10店舗ぐらい仲間と一緒にこうずっとやってるんですけれども、なんかまあ師匠極老人から言われてる教わったこととして、田舎のコミュニティってあるんですよね、はい、それこそ何でしょうね、熊本でやってるコミュニティさんとか京都の奥でやってるコミュニティだとか、うん、ね、八ヶ岳でやってるコミュニティ、うん、まあ、いろんなコミュニティさんがあったりするんですけど、うん、はい、都会でやるっていうことに結構意味があると思ってて、多くの人たち都会に住んでるわけじゃないですか。確かに確かに。で田舎で大自然を感じるってまあ簡単だけども、うん、この都会の中にいてても自然の心を忘れてないっていうのがこれからの時代大事なんだっていうことを師匠から教わってて、うん、そういう意味でこの都会の中にありながらも普通にこう公園に生えてる野草だとか、うん、庭に生えてるこの草木と親しむっていうところって結構大事なんじゃないのかなってちょっとお話伺ってもよりより感じるところではあったんですよね、はい、それはすごい思いますね。あのね、これネイチャーガイドやらせていただいてて、はい、山に行かないとガイドできないみたいなのありますけど、全然渋谷とかでもバンバンできるので、へ、全然都会でも植物って感じられると思うんですよね、うん、身近にそういうの伝えれたらな。そうですね、うん、で東京って結構いい公園があるじゃないですか。ありますあります。ちょっと行くとね、はい、あ、こんな自然あったんだみたいな。井の頭とか本当です。そうです、井の頭とかもそうですね、うん、なんか石神井公園とか。石神井公園もいいですね。この辺もあるし、あれね、この平方もですよね、なんかちょっと近く行くと、うん、ね、それこそ川があってそこに生えてる野草があってですよね、うんうんうん、なんかこう慣れ親しむってことは別に都会にいててもねできるんじゃないのかなというのはなんか思いますね、はい、うん、本当に。いやでもなんかお話伺っててなんかすごい楽しかったですね。なんか改めてですよね、本当にこう、うん、自分も何でしょうね、うん、まあね、こうイベントとかセミナー活動とか東京行ったりとか都会の中で活動することは多いんですけど、なんかこう本質的にはというかね、なんか自然に親しむの好きみたいなところもあって、はいはい、もう好きなんですけど、はい、まあ、でも何でしょうね、役目上というかね、役割上こうやってね都会でバンバンさせてもらってますけど、でも自然の心っていうのをなんか忘れてはいけないなっていうのはお話させてもらって、うん、すげえ改めて感じるところではありました。ね、今度アマゾン行かれるんですよね。そうですね、もう自然の極地ですよね。そうですね。へ、それこそやっぱりさっきの話戻りますけど、やっぱシャーマンとか見てると、はい、やっぱ行きたいなっていうか憧れの地ですかね。へ、うん、そうそう、今トレーニングとかして体力をちょっとつけてるって感じ、はい、アマゾンに行く、そうそうそう、行くためにジム通って、はい、なるほど。まだまたちょっとアマゾンですね、はい、帰ってこられたらね、あ、ぜひぜひ伺えたらと思います。はい、ということで今回は野草研究家山下さんをお招きしてお届けさせていただきました。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。